はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校受験対策動画の詩集シリーズ第2弾お送りします。でまあね、前回から始まったこのシリーズなんですが、実際に、まあ、受験とか模試で出された数学の問題の中で絶対に志望校が、ね、どのレベルであっても絶対に落としてほしくない、ね、死守してほしい問題を集めたシリーズとなります。で今回も実際の受験問題使わせてもらっているんですが8問ありますので、まずね、チャレンジしたい方はぜひね動画止めてやってみてください。でちょっとね確認してもらって分かんないのがあれば今からね自分の方が解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、いつも通り今画面下げてからね解説やっていきますんでよろしくお願いします。じゃあちょっと下げますよ。よいしょ、危ね。で一応ね参考のために時間を書いてあるんですが、今回自分は1分40秒だったんですけど、これ解くのに。でこれはですね、別にこれと争ってほしいとかいうわけではなくって計算の早い方、まああんまねスピードが自信がない方いらっしゃると思うんですよ。で自分は、まあ、中学の時から、わりかし計算は、速さは自信があったんですね。ただ、ケアレスミスがものすごく多いんです。それは今でもそう。この大人になってからも。なので、最初ケアレスミスを減らす。もちろんその練習もしたんですけど、それをしながら、とにかく速さをもっと追い求めようと。で、余った時間で何度ももう一回やり直しをやればいいんだっていう方向にしたんです。で、今回のね、この問題、シリーズを解いていて、例えば数学得意な方なんかは、なんだろう、物足りなさを感じるかもしれないと。でも、スピードと正確性を求めるっていう面ではね、そういったところでも使ってほしいと思ったので、なんか参考程度にしてもらえたらと思って、一応載せておきます。自分のね、解いた時間もね。よし、じゃあ行きましょう。まず1番ですね。マイナス3、プラス7です。で、1番答えこれは、いっちゃいます。4。で、一応ざっくり言うと、マイナス3とプラス7を足し算してるんですよってイメージで持ってもらえるとやりやすいかなと。苦手な方はね。で、次が 10A マイナス 2.5A です。まあ、文字の係数、文字にくっついてる数字がね、小数ってなかなか見ないんですけど、まあ、A 同士になってるので普通に計算ができると。で、くっついてる数字、係数の 10-2.5 を計算すればいいんですよっていう、普通にね。で、10-2.5 をすると、これ 7.5 になるので、あと文字くっつけて、7.5A。で、これで終了です。で、これですね、いや、こんなミスんねえよって思う方いるかもしれないんですけど、例えば、5A-2A、書いていいかな。5A-2A ってあるじゃないですか。これ 3A って分かりますよね。で、今まで自分がね、普段見慣れてる問題っていうのはすんなり出てくるんですけど、たまに、じゃあ小数が突然来たと、あれ小数、計算すればいいのか、みたいな。なるんですけど、見慣れないものでちょっと動揺したりすると、ここに突然 A の2乗をつけたりします。これ、そんなんしねえよって思うかもしれないですけど、出るんです、そういうのが変なのが。なので、そういうの気をつけてください。これ 7.5A ね。で、次は3つ。こうある状態の掛け算割り算です。で、これは1つずつ、ここ計算して、ここも最後計算してでも構わないんですけど、掛け算割り算がこうやって、ね、複数でくっついてるとき、自分は一気にやってしまいます。で、どうやるかっていうと、長い分数を書きます。で、これ、最初の 2x2 乗は1分の 2x2 乗と同じことなので、分数の上に来ます。2x2 乗ね。で、割る 4xy は、ま、逆数にするので、まあ、割り算の後ろは下に来るって覚えちゃっても構わないんですけど、4xy は割り算の後ろなんで下に来ます。こうやってね。で、マイナス 6y。ちょっとマイナスは後で話します。6y は掛け算の後ろなので上に来ます。こうやって。で、プラス、プラス、マイナスですよね。全部、ま、掛け算割り算した時に、マイナスが1つ。奇数なんで、全部計算したら答えはマイナスなんです。で、あとはこれ計算していきます。で、この時にですね、結構、まあ今回はこれをね、約分していくんですけど、もっと分数とか入ってるのもあるんですよ。実際入試とか模試でね。そうすると、結構集中力使うの。ここの約分するときに。で、約分することを集中してやって、よっしゃ、できた!で、このマイナスを忘れる子が出てきます、結構。で、そういうミスをしたことがあったりとか、自分がそういうミスする可能性がありそうだなって思う方は、マイナスの時、ここに印つけてください、シャーペンで先に。忘れないように。
で、それから、じゃあまず4と2約分して、2が残る。で、1はね、ごちゃごちゃするんだったら書かなくてもいいです。極論ね。で、次、2と6なんで、こっち1になるから、ここ3が残ります。で、次、y と y は消えて、x 消えて、こっち1個消えるから、この2を消せばいいよね。で、残ったのが、x と3が残りました。下消えてるからね。なので、マイナスと x3 が残ってて、あと掛け算で繋げなきゃいけないから、答え、マイナス 3x となります。で、この辺の問題っていうのは別にこのやり方で絶対やってねってわけではないです。やり方の一つとして確認してください。答えが導ければ構わないので。で、次、分数ですね。まあ、今回自分ここの2個はカード2回やりましたね。普通にやった時。計算ミスしやすいんで自分ここの辺ね。で、これはこっち分数ですって、こっち分数なってないので、1分のっていう風になって隠れてるから、通分して計算していきます。で、1と3なんで3に通分します。3ね。で、まずこっち、下3倍したんで上も3倍します。で、もちろんちゃんと書いても構わないんですけど、結局これを3倍っていうのは、こうね、カッコつけてください。この A だけ3倍ではなくてこっちも3倍する、必ず。だから、3A プラス 6B です。で、この、マイナス分数って来た時に、ああ、これ引っ掛けようとしてるな、これって思ってください。もうよく出てくる引っ掛けです。どう間違えるかっていうと、まあ、このまま、これ3なんで、こっち何も書けなくていいじゃないですか。じゃあ、書こうと思って、マイナスね、2A プラス 5B って書きたくなるんです。これ一番典型的なミスです。まあ、これをさせようと思ってこれ出してるんだけど、作った人がね。で、何がミスかっていうと、これ、マイナスっていうのは、両方にかかってるんで、カッコが必要なんです。言ってしまえば、マイナスは 2A と 5B、両方に配んなきゃいけない。だから、マイナス 2A になるし、こっちも符号変わって、マイナス 5B になるんです。で、ここ気をつけてください。で、あとは、分子ね、上を計算して、3A とマイナス 2A なんで、A です。6B とマイナス 5B なんで、プラス B。となって、これで終了となります。じゃあ、あと4つですね。次、5番。まあ、ルート、これはシンプルかな、結構。前回のね、動画でもありましたけど、ルートの中身が同じじゃないと、引き算、足し算はできません。で、ルート見たときに、例えばルート45ね。ほにゃららルート、ほにゃらら。2ルート6とか、ああいうやつね。に、直せないかなって必ずチェックする。で、45っていうのは、九五四十五ですよね。9使ってるんで3が出てきます。サザン学だから。つまり、3ルート5。で、後ろはね、もう直せないし、ルート5一致したんで、まあ、こうなると。で、ルートの中身が同じになってしまえば、前にくっついてる数字、3とマイナス1ね、隠れてるけど、を計算すればいいから、2。で、あとルート5です。これで終了と。で、今回の中では、ここ、まあ、2番のカッコ1、丸1ですね。ここがちょっとま、難しいというか、引っかかる子が出てくるかもしれないんですけど、マイナス 1.98 より大きくて、4分の9よりちっちゃい、x、整数を、ま、小さい順に全て書きなさいと。で、分数がね、個人的にはやりにくいので、これは小数に直します、まず。で、どう直すかっていうと、4分の9、こうなってるね、4分、こっちか。こうね、9割4です。いいかい、こっちだよ、9割4。だから9割4、普通に筆算してください。すると、2.25 か。こうかな。合ってるかな？合ってるね。で、こういうのは数直線を書いた方がやりやすいです。自信がない方は。自分も書きますけど、安全のためにね。こう書きます。数直線ね。で、今、まあ、マイナス 1.98 から2.25 の話なので、まあ、その辺書く。0、マイナス1、マイナス2、まあ、マイナス3。こっちも同じぐらい。1、2、3。マイナス1とか2の話をしてるのに、10、11、12とか必要ないじゃないですか。だからこの辺の、まあ、数直線を書きますと。で、まずこっち分かりやすい方。2.25 ってどこにいるかなって確認をします。細かくなくていいんです。1と2の間なのか、2と3の間なのかってそこが大事。
で、結局 2.25 なんで、2と3の間ですよね。のどこでもいいんで白丸。これイコール入ってないんで白丸にします。で、ポイントはこっち。マイナス 1.98 は、ここの間、ここの間、ここの間ってどこなのっていう。で、これはマイナスがどんどん増えていくんですけど、マイナス2までいってないじゃないですか。だから、マイナス1とマイナス2の間のこの辺ですよね。あ、もっと多分こっちくっつくけど。ここにいる。つまり、この間にいる自然数、ごめん、整数だね。整数を見ると、マイナス1、0、1、2っていうことがわかるので、あとは小さい方の順番に書けばいいから、マイナス1、0、1、2と。これで OK となります。自分もこのタイプはね、数直線書く方が安全だと思ってます。そんな時間取られないんでね。よし、あと2問ですね。次、因数分解です。で、まあ、この状態だと因数分解ね、ちょっと難しいので、一回ここを展開します。括弧のところ。で、普通の展開の公式を使って、x2 乗。で、ここ、プラス3とマイナス4くっつけて、マイナス x かけて、マイナス12ですね。で、あとマイナス8がいるので書きますと。で、これまとめると、x2 乗マイナス x マイナス20と。綺麗な形になりましたよね。整理ができたと。で、これを因数分解します。あとはみんな普通に知ってる公式で大丈夫です。で、確認していくと、かけてマイナス20なんで、まあ20だから4と5か。まあもしくは20と1ですけど。で、4と5を使えば、x、ちょっと書こうか。x で、まあ4と5使うだろうと。で、足してマイナス1にしたいんで、こっちマイナスで、こっちプラスにすれば、足してマイナス1。かけてマイナス20になるんで、お、できたと。だから、これが答えです。因数分解しろ、だからこれでいいの。いい？これがイコール0がもともと入ってたら、方程式を解きなさいになるんで、x イコールマイナス4と5になります。あ、ちょうど次にね、二次方程式ありますけど。で、こっちは方程式を解きなさいなんですが、基本的に同じです。まずここがね、綺麗になってないので、一回展開します。で、これは、x を、こうやって配る。ここにね。そうすると、x2 乗プラス 2x マイナス5イコール0です。で、あとはこれを、まあ普通に解いていくんですけど、因数分解ができないんですよ、これ公式が。ね、使えないので、やっぱり因数分解使えなければ、解の公式でいいかなと思います。これ違うやり方もあるんですけど、無理やり二乗作るってやり方もあるんですが、基本的にはもう因数分解できなかったら、解の公式でっていう流れで俺はいいかなと。で、前回ね、解の公式書いたので、今回書かずに行きましょうか。なので、いきまり行くよ。x イコール、これ入っ、あ、ギリいけるね。まず下が 2a 分の、なので、1だね。2a だから 2×1 で2分の、マイナス b なので、マイナス2、プラスマイナスルート b の2乗。だから2の2乗で4。で、マイナス 4ac だから、マイナス 4×1 かけるマイナス5です。マイナス 4×1 かけるマイナス5だから、プラス20。で、一応まとめますか。x イコール2分のマイナス2プラスマイナスルート24です。で、さっきもね、ここでも言いましたけど、ルートが出てきました。そしたら絶対に、ほにゃららルートほにゃららに直せないかなっていうチェックをします。で、24っていうのは、4、6、24なんだよね。4×6。つまり4を使ってるんで、2が出てくるんですよ。なので、2分のマイナス2プラスマイナス2ルート6になります。で、ここで止めると×です、これは。何がまずいかっていうと、まあ、解の公式使った時だけじゃないんですが、こうやって、1、2、3箇所ありますよね、今ね。これ、自分が勝手に同時約分って言葉を使ってるんですけど、3箇所一気に約分できるときはしなきゃダメなんです。こことこことこう。ルート6はルートの中の世界なので約分できません。関係ないからね。で、2で全部約分できるか、ここ1で消えます。ここ1になります。ここ、ルートの前の1なので、1ルート6で書かないからね。だから消える。まあ、消えるって言い方はおかしいけど、書かなくていいと。つまり、マイナス1、プラスマイナス、ルート6となって、これが答えになります。
この同時訳文ですね。まあ今ルートを使うとあれなんで、例えばじゃあ3分の 6a プラス 9b とかありますよね。でこれも3箇所ここここここが3で訳文できるんで、訳文しなきゃまずいんです。でもここが例えば 5b とかになります。そうすると5は訳文できないですよね。でもこことここ訳文できそうじゃん。でもこことここで訳文したらこれ×です。これやっちゃいけないんです。3箇所全部じゃないと。いいかな。まあ、ここちょっとね気をつけてください。でちなみに解の公式、多分ね進学塾とかに通ってる方はB' を使うね解の公式をね習ってる方いらっしゃると思います。今回であればそれの方が早いんですけど、基本的にはね、まあ、中学校で習うこともないので、俺多分どっかの動画で一回話してるんですけど、まあ、今回はそれを伝えずにこれでやってもらえたらと思います。もちろんそれで言っても構わないですからね。これちょっと消しとこうか。見た方分かんなくなるよ。なんだあれっていうね。はい、ということで、今回は、高校受験対策動画の刺繍シリーズの第2弾お送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、引き続きこの刺繍シリーズもね、刺繍がね、ちょっとあれなんですけど、刺繍シリーズ撮っていこうと思いますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。